はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？はい、今日もですね、ぼちぼちおっさんの独り言をお手入れしていきますね。A2000XLC 伝説の投手用ということでね、はい、引き続き進めていきます。どういう風な結末になるか想像もつきませんけどね、やるだけやっていきます。どうぞ。はい、ぼちぼちでちょっと先が見えませんけれども、今日もガツオチクリーナー使っていきます。まあ、とりあえず前に進めばどこかでなんとかなるだろうということでね、やっていきますけれども、今日はそうだそうだ、このね、ちょっとうっすら汚れが目立つこの辺とかね、あとこの辺とか、背面やっていきたいと思います。なるべく見える化していきたい、アップしよっか今日もね。はい、ジューとこれぐらいでね、やっていきますね。今日も使っていくのはガッツウォッチクリーナー、あ、言ったか、はい、あ、そうだ、先に軽くちょっとクロスしとこうかな。人差し指いきます。こう一通りはね、やったんだけど、一応念のためにね、はいはい、じゃあどうだろう、この辺から行ってみる、端からここね。これは落ちないかもしれないな。これは汗地にシミかな、汚れっていうより。まあでもやるだけやります。やってみないとね、わからないところもあるんで。このね、デュアルなんですけど、この前も言ってた、確か1994年からウィルソンはデュアルでってことになったと、出てきたと思うんですけど、まあ日本ではシングルもありますけどね、向こうではデュアルということで。で、それがね、これ、当初のね、切りはみデュアルっていうことで、非常に私はかっこいいんではないかなと思います。あ、落ちましたね。落ちました。じゃあ今度 A2000 の文字、ここを結構行きたいね、綺麗にしたいね。当時はね、やっぱりね、大々的にこう新しいデュアルっていうことで、まあ、デュアルウェルティングってここに書いてあるけどね、わざわざね、今書いてないけど、ザ、ね、囲って、点々で、ザ、A2000 ってね、昔はこういう感じで、もう、ここにもね、ザ、A2000、ザがついたね、どうだっていうことかな。ちょっとアメリカ人じゃないから、その辺のニュアンスが微妙にわからないんだけど、ちょっとまたこれもね、時間を置いて、明日も一回見てみないと、どれぐらい綺麗になってるのか、本当にどれぐらい綺麗になってるのかっていうのね、分かりづらいんだけど、つけたばっかりはちょっと色が濃くなっちゃったりするから、汚れのね、程度が、ちょっと想像するよりどうだっていうね、とこなんだけどね。指の間とか良さそうだね。
じゃあ今度はこのデュアルウェルティングトレードマーク US パテントナンバーっていうのもね、かっこいいね、うん、画期的だったんだろうね当時はね、はい、あ、この辺ちょっとやっとくか。こっちの指股は、こっちはそんなに汚れてないか。こっちもでもちょっとだけやっとくか。順番に、あの、分かるところからね、ぼち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 こう。こっちを先にやって。だな、こ色が、レザークリーナーで色が濃くなって落ちたように見えるのか本当に落ちてるのかっていうのはちょっとまた明日もう一回確認しないとね、分からないですよね。今日こんな感じですね、はい、じゃあ余分な隙間とかにオイルが残ってると嫌だからクリーナーがね、最後にブラシかけときます。はい、今日も時間が許す限りっていうのでここまでかな、こんな感じね、はい、あ、
口元だったな。ここもやらないとね、ここで。もうちょっと汗じみとかはちょっと無理だと思うんだけど、多少は改善すると思うけどな。はい。ということで今日はここまででございます。はい、どうでしたかって言って、いつも通りですいません、おっさんがゴシゴシやるだけでね、またね工夫して撮り方もね、新しくしていきたいと思うんだけど、とりあえず背面4本指やりましたんで、親指のところから、それから平の方で最後にライニングで一通り終わったら、まあ組もうかなと思うんだけど、よっしゃね。それでは皆さん、さようなら。どうぞみたいな感じでいいですか。はい、わかりました。いやでも出てこないの反応したのはダースモールさんだけだったじゃないですか。ミスでよく、はい、もうあのミスたちしょげてますから。そうなの、はい、よいしょ。これが、はい、1960年とか70年、そんな古いやつなんですか。うん、じゃあ僕も今度ちょっとどこに入ったかわかんないですけど、くっそ古い、うん、あの三つ葉タイガーのグローブ持ってこなかったんですね。でこれが、はい、これ伝説の XLC っていうね、はい、あ、そういうのがあるんです。名機なんだけど、はい、1990年代ぐらい。あ、グレッグ・マダックスさん。ああ、ええ、精密機械。お、はい、よく。であと100球以内かなんかで試合を終えると、そう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 、今日は俺マダックスやったぜみたいな。そうそう、よ、知ってるね。何試合やったの？ピッチャーにみんなマダックスやれって言ってますもん。本当、はい、球数ばっか投げてんじゃん。コントロールいいんだあの人。俺、はい、あのちょうど2008年ぐらいまで投げてたから、はい、多分イチローも対決してるんじゃないですか、ね。やっぱでもコントロールですよね、うん、大事なのは。かっこよかったよ、はい。変化球はもちろんあの入れに行くのも大事なんですけど、うん、やっぱりストライクからボールになる変化球欲しいですよね。そうね、はい、カブスとか、はい、ブレーブスとか、はい、ドジャースとか、はい、パドレスにもいたんだけど、お、350何勝かな。あ、すごいですよね。すごいよ、やっぱコントロール大事ですよ。このデュアルヒンジウェブっていうのはあのピッチャー用では向こうではね結構ね、はいはい、あの今でもね、はい、使ってんだよ。これはあのジムハンターモデルって言って、はい、アスレチックスのピッチャーで、はい、オールスターもなんかも出てるけど、はい、この人もすごいピッチャー。ランディ・ジョンソンではないんですか。ランディ・ジョンソンでランディ・ジョンソンモデルもあるけど、はい、ランディ・ジョンソンはバスケットウェブやね。あ、こここだわりなかったのピッチャーとして。いや、ありましたよ。あったんですけど、僕はやっぱりあの一番使ってたのはやっぱりバスケットウェーブだったんですけど。あ、バスケットウェーブの人だそうですね。はい、はい、ひ、まあそれは一応。ああ、そうか。ね、はい、あのミスター、K さんのね、ああそうか、血を引く。もうだって本当に普通にそれに憧れて使ってたわけですからね、うん、高校も。はい、多分あんまりだからいなかったじゃないですか、うん、高校の頃とかにワールドペガサスを使ってた人がいなかった、うん、大体みんな水野だ Z だってかっていうところが主流の中、気分良かったですよ、一人で使ってたんで。あ、そう、はい、大手じゃないぞ俺はっていう。あ、はい、でも老舗だからね。はい、不思議だな。はい、ですね、やっぱもうそのグラブ愛が伝わってきて、あのもうあのダースモールさんしかりですけど、まあなんか最近愛なのか何なのか分かんなくなる。いや、でもダースモールさんもほらあの俺あの
野球は嫌いだし、はい、ベースボールもあまり見ないしって、はい、あそう冗談で言ってるんで、あ、まあ、そういう方に限ってめちゃめちゃファンですから、ね、今年はペトコパーク行かないとか、あ、いや本当にでも野球はいいですね。僕はもう本当にやるよりもやっぱり見るのが好きなんで、あ、はい、見る、監督する、やるの順番ですかね、はい、違うでしょ、巨人か監督かでしょ、見るのは、はい、見るのは巨人だけでしょ、そうですよ、だから見るっていうのは、はい、巨人、そうです、監督、はい、巨人が勝てばもう何でもいいです、うん、はい、例えば信号待ちした車がたまにフェッて見た時に、おい、ロンバゲ見とるやんあいつみたいな感じになった時に、どこのもんだっていうの、そうなんですよ、そうやってちょっとなんか変な、そういうことか、はい、危ないことするんじゃなくて、運転は別に危なくはないですけど、安全なんで、そうです、もう繁忙期が終わればですね、ちょっといろいろ提案もさせていただきますので、もう少々お待ちくださいちょっともう本当にうちもなんかさ、うまくいってないし、はい、なんか今ちょっと花ちゃんのやつやってもいいのはできないのかな、あ、やっぱりっ心に、はい、心に余裕がないと無理です ね、どういうマークにしてるかね、どれが売れ筋かとか、そうです、そうです、こっちももうあれですよね、こう相談されてもうん、いいんじゃないですかとかっていう風になっちゃったりするケースも、これでいいよもうみたいな、いやいやいや、それこれでもいいんじゃないですけど、いいですよってこうやってね、まあ、ジャイアンツが勝てばそれでいいっていうことですね、そういうことになっちゃう、はい、じいさんあんまりグラブ興味ないもんね、うん、巨人しか興味ない、巨人しか、いや一番は巨人です、ここが G だったらすごい興味がある、ね、あ、そういうことですね、うん、なんで最近だいぶちょっと僕があれな G ファンなあれなんで、なんかちょっと皆さんだいぶ周知、会社の関係の人も含めてもだいぶ周知があるもんですからみんな気使うよね、いやなんでいろいろグッズもらいます、よかったじゃないですか、はい、そうです、いろいろコネクション持ってる方も中にはいたりするじゃないですか、はい、もらいました、はいはい、だから去年までアンダーアーマーだったんですけど、うん、ジャイアンツ、うん、そうですね、ついこの間もらったのはアンダーアーマーの頃の、グラコン、V ジャン、ポロシャツとか、あそこもう使えないからね、そうです、はい、もらって、うん、いいんすかとか言ってちょっと飾って、うん、はい、ちょっといかんですよ僕は、はい、でも本当そういうことってないんすかね、なんかうまく、なんか例えば、まあ、多分これで僕好きだ好きだ言いまくってて、あで例えば誰かが誰かを呼んで、うん、誰かが誰かになって、うん、誰かが唐沢 に行って、うん、唐沢が山口さんに行って、うん、でなんなら事務所通してご対面企画石原スポーツさんでやるみたいな、うん、そういう発想にならんすかね、私に影響力があればね私がね、はい、立派な、ね、はい、社会的に認められた人であれば、そういう話も可能性がなきゃしもらうでしょ、田舎のね、はい、運動芸のおっさんやん、はい、ね、はい、何言ってんだお前って、あ、ね、はい、来るわけねえだろと、うん、いう感じですか、いやなんかいいことにならんかなと思ってるんですけどね、うん、まあ、夢は大きくね、まだ若いし、そうですね、はい、俺もう初老だから、いやもう棺桶に片足突っ込んでるもん、はい、僕も一回会いたいんですよね、一回会ってラストシーンをやりたいですね、うん、キムタ君だってちょっと、まあ、すみません、カットでお願いしますけど、はい、わかりました、はい、こんな登場で僕よかったですか、じいさんのグラブ談義でしたって全然言っちゃったね、はい、うん、じゃあすいません、またちょっともう疲れてきましたね、はい、そうです、ありがとうございました、ありがとうございました、こちらこそすいませんでした、いろいろと、じゃあこれやっていきます、また録音がしてないってことで話が弾んだね、これまたちょっと加工していきます